千葉県千葉市中央区にある歯医者、MF デンタルクリニックの安田です。今回の質問ですが、歯周病で歯茎が黒く なるのですが、どうすればよいでしょうか。対処方法はという、質問ですね。どうすればよいか。そうですね、歯周病で、歯茎が黒くなるということは、歯茎の中にだいぶしっかりと硬い歯石が汚れですねがついている時だと思いますので、しっかりと歯科医院に行かれて、PMTC スケーリングなどを受けてしっかりと汚れを取って、あげない とその黒いのは取れません。またどんどん、歯茎の炎症を起こして周りの歯が植わっている、骨を溶かしてしまう。でどんどん溶けてしまうと支えるものがなくなるので、骨が溶けてしまうと歯を支えている骨がなくなるということなので、歯が揺れてきて抜けてしまうという基準になります。なのでそうなる前に、もしも黒いと思うようだったら、なるべく早めに歯医者さんに行って歯石取りの予約を入れた方がいいかなと思います。詳しいご質問ご相談はコメントいただければお返ししたいと思います。